これもうまい品です。はい。職人さんが、うん、あの本を書くことがないから、うん、本当にこの動画っていうのは、うん、本当職人の技をそのまま載せてるじゃないですか、うん、相当の価値がある動画ですよね。これは価値があると全部これあの本当のやってきたあのことに基づいてるからね、うん、ね、本だけすごくたくさん読んで、うんね、頭でっかちになってる方とかもいらっしゃるじゃないですか、うん、経験をしてないんだけどそうなんだよっていう風な方とは違って経験してるからこそ、うん、意外と違う部分もあるしね、そういうそういうそのなんていうの書いてあっても本当は違うんだよとかね。ああ、ありますよね、うん、あるよね。言ってた、あの昔ね、あの正弦っていうもみじがあるのさ。あ、ありますね、うん、で、その正弦を取り木かけたら全部根っこ出たの。それももう昭和八方から出たの。じゃ本来出るものではないって。うん、それでさ、かなり、はい、かなりのあのやってる人にね、うん、聞いたの。これでさ、あの獅子頭正外なんだけどこんなに根っこ出るって考えられる。うん、本っていうのはねあんまりあの当てになんねえ、こんなこれが正しいんだよなんてやつだよ。まあ、そこの上はすごくたくさん枝が増えてしまったので、うん、これはね、はい、あれなんですよ、枝継ぎをかけたところが全部取れたので、これ必要な、必要なくなったから切っちゃう。この上からこう回してこういうところにこうついてたでしょ、はい、それが必要なくなったんでこうやって取っちゃう。で、これは取れない、まだ。あ、まだその辺に、うん、ここのところがちょっとね、はい、怪しいからまだ取れないです。なんか最近、うん、あのコメントいただいて、うん、あの矢島さん手疲れるようだったらなんか伝統のノコギリもありますよっていう、うん、普段この一生懸命やってるけど手ほらすごくね、うん、湿布も今日も貼ってらっしゃるじゃないですか。湿布今ね4枚貼ってる、うん。全部上ですか？はい。ここでしょ？はい。ここでしょ？はい。あと腰でしょ？4枚。あの来年はね、あの口なしの、うん、あの大きなあのあれに入ってるじゃん、そこの網に。ああ、カゴの中にですよね。うん、あれあのカエデを切った時に使った、はい、あれを使って切ろうかなと思ってる。あ、チェーンソーですか。チェーンソー、 あー、うん、チェーンソー、あれを使ってね、うん、やろうかなと思ってるんですよ。なんか一度ね、その何ミニのその電動ノコギリ、うん、このように、うん、今矢島さんの、うん、まあ、どっちが楽だかわからないですけど、うん、まあ、使えるものは使っていかないとさ、うん、俺もね、そのこの頃つくづく思うんだけど年だなと思うんだよ。なるべくなんかね、電動で使えるものとかね、少しそうしていかないと、もう腕がね、うん、本当、もうひどい状態になってますからね。ひどい状態もいいと思うね、うん、もし緩和するように、ちょっとそれも後で見てみてもいいですね、うん、こんなに貼っちゃダメだよ、あの国で決められてるんだからねって。あの何枚っていうのはね、うん、月に何枚かなんか分かんないけど、そういうの決められてるんだって。
継続してつけてるとそのロキソニンみたいなのが効かなくなっていっちゃうんですよね。ロキソニンだ、ロキソニン。そうですよね。でそのうち肌が今度かぶれてきちゃうんですよね、うん、これ舞姫じゃない織姫だ。はい、あ、本当見極めができるようになりますね、うん、枝が細くて節間が長いですもんね。長いよな、うん、なんか剥がれをした方がすごく見分けがつきやすいですね、うん、つきやすいよな、うん、この幹のコンタラスがすごくいいですよね、うん、この舞姫の、うん、この緑のところのいいよね、皮がむけた部分と。こうきてこうきてこうきて、これがさ、はい、こうきて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 、ここだよな見えるんだよ。あ、継いだとこですよね。うん、継いだところがね。あ、そういう感じでそうだよしますね。はい。枝も細いしね、うん、もこれだとするともう少し待ってみた方がいいよな。あ、確かに盛り上がってないですね。盛り上がってないもんな。うん、枝のところ目が赤いからすごく見やすいですね、うん、これもあまり、はい、この我々はこの元にね、はい、目を目が欲しいの、はい、でこういうふうにはあるんだけどこっちなんかないじゃない。ないですね、うん、ないから一応ここで切っておくのね、はい、でこっちに拭いたらもう一度切り戻す、はい、よいしょ。